自分的にナンバーワンごちそうメニューって何？うん、そうだな、やっぱりキャビアかな。あ、そうなんだ、大西もキャビアとか好きなんだね。食べたことないけどね。私のナンバーワンごちそうメニューはお母さんのお雑煮。高見なと大西の高にしよ。どうも高橋みなみです。大西沙織です。よろずやです。高西沙織です。第46回目です。はい、ということで、まあもしかしたらお気づきの方もいるかもしれないんですけど、今日大西いません。わーわーじゃないか。すいません。ということで、まあちょっと今日ね、スタジオ来たら急遽ちょっと大西が来れなくなったということで、まあ山賊のね何か事情があるんだろうということなんですけれども、まあ仕方がないので今日は一人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。だからもう実質高橋屋です。よろしくお願いします。じゃあ第1回目だね。どうする、オープニング変える？大丈夫そう？いらん？まあいいか。はい、ということで、まあね、ごちそうメニューと聞いて思い浮かべるもの、世間のランキングで常に上位に来るのはステーキ、すき焼き、お寿司、フカヒレ、松茸、うなぎだそうです。私この中で好きなのはね、ステーキとお寿司、うなぎ。すき焼きはあんま食べないんですよ。なんか味濃いじゃないですか。あとなんかこういっぱい入って、お肉以外のものがいっぱい入ってて、ちょっとなんか違う、なんかお肉だけでいいのにってなるし、なんか煮詰めすぎると味濃くなりすぎてちょっとってなっちゃうから、あと卵溶いたやつにつけるのがちょっと、卵苦手なんですよ。だから、まあ、別に嫌いじゃないんだけど大量に食べれないから、すき焼きだとなんか損した気持ちになる。なんかめちゃくちゃ美味しそうなのにちょっとしか食べれないから損した気持ちになるのが嫌だ。でもずっとおばあちゃんに言えなかった。おばあちゃんはごちそうでめちゃくちゃすき焼き用意してくれてて嬉しいんだけど、いっぱい食べれないから毎回損した気持ちになるけど、でもおばあちゃんには嬉しいって言ってた。幼い頃の私の思い、わかる？嘘！うわぁ！大橋さん！大橋さんは私だった可能性あんな。あとフカヒレはよくわかんない、ちょっと美味しさ、なんか高級なんだろうなっていうのは、なんかちっちゃい頃からのなんか植え付けというか、なんか DNA に刻まれてて、あ、高級そうっては思うんだけど、ちょっとフカヒレの良さはまだわかんない。ちょっとね、まだ大人になりきれてなさすぎて。あと松茸もちっちゃい時に食べたんだけど、な、良さわかんなくてなんか何がそんなにって、私エリンギ派ってなって、そうエリンギバター醤油で炒めた方がうまいやみたいな。ねえ、めちゃくちゃやっぱ大橋さん、私だった。大橋さんは私だったみたい。うなぎは大人になって美味しさわかるようになりましたいやそうなのよ。だから結局なんか多分そのね、味覚が死んでって美味しくなるものも、まあ、あるんだけど、まあちょっと相入れないものというか、まあ、一生わかんないものもなんかこの中にも高級食材の中にあるよねっていう。まあでもステーキは大好きだし、お寿司も大好きだし、今はうなぎも大好きだから、まあ大体人生楽しんでるなって感じです。うん。でも今年は国産の松茸が大豊作なんだって。あんま別に嬉しくないけど大西は松茸好き？なるほどね。はいまあちょっと何か分かんないからさ、後日ね聞いとこうよ。後日聞いてアンケートとか取ってテロップで入れとこうよ。なんか好きみたいな、なんか大西にさ聞いて連絡取って、松茸好きって言って、で大西の答えをここから出す。わかります？いるでしょ、みんな知りたいでしょ、松茸好きかどうか。あとうなぎも今年は豊作らしいですよ。絶滅危惧種なんだって日本うなぎって。うなぎといえば土用の丑の日、土用は季
節を表す言葉で土曜日とは一切関係ありません。知ってた？知らなかった。でも前私なんか人生で何度か言われてる気がするわこれ。なんか台風の目、あ違う、台風一家もう別に台風がファミリーなわけじゃないからねっていうのをめちゃくちゃ人生で何回も言われてるけど、それと同じぐらい土曜の丑の日は土曜じゃないからねってめちゃくちゃ人生の中で言われてるわ。でもそのためにあそうなんだって言ってるあんま自由じゃないんだろうね自分の中でね。まあでも土曜の丑の日って江戸時代に売り上げが夏になったら落ちるからってうなぎ屋さんから相談された学者で発明家の平賀源内さんが、本日土曜の丑の日、うなぎの日、食すれば夏負けすることなしという看板を店先に立てたら大繁盛、これは日本初のキャッチコピーとも言われておりますということで、なんか土曜の丑の日って別に夏のうなぎって痩せてて美味しくないんだってさっき聞いたんだけど、で冬の方が美味しいんだけど、だから夏に江戸時代に食べるうなぎを食べる人がいなかったから、そうやってキャッチコピーを書いてみんながうなぎ食べるようにしたらしいよ。でもキャッチコピーって重要ですよね。なんか世界初何々とか言われるとえすごーって別に見てもないのに思うし、なんか日本で一番って書かれると一応食べとこうかなって思うし、なんかみんなそういうのに騙されて生きてんのかなね。だってさ、ランキングのさお店あるじゃないですか、いっぱい1位あんのよ。じゃあ本当はどれが1位なんだろうって分かんないじゃん。その2000何年の1位も存在して、最新ランキングではないんだこのランキングのお店はみたいな。でもこの1位という言葉に惹かれてみんなこう1位ならちょっと使ってみようかって言って美容品使ったりとかしてて、でまあその中の1人なんだけど、でもなんかよく見てみるとちょっと前の1位だったりするの。なんかそういうのやっぱでも重要なんだなって思う。しかもなんか絵作りというかめちゃくちゃ1位感強いやつあるじゃないですか。それなんかもう買っちゃうもんね、これが多分1位だってなるから。だからやっぱパッケージとかキャッチコピーはめちゃくちゃ重要なんだって、そういうランキングのお店に行けば行くほど思う。高西屋にキャッチコピーつけるな、そういうのはさ大西がいる時にやろうよ私一人でキャッチコピーつけてもな、なんだろうね、汚い仕事もやります高西屋やんないけどやんないけど、まあでもなんか泥ぐらいだったら全然かぶれるって感じ。はい、なんか泥まみれになりたくない、いっそなんか自然に帰りたくなる、わかりますこの気持ち。大人になった自然に帰れないって思うじゃん、帰れるのよやろうと思えば。だから高西屋でやろうよ。なんでよ、もっと乗ってきてくれたっていいじゃん。だってさもうさずっとさ地下、ここ地下なんだけどさ、地下に行ってさみんなさ私たちのさ普段ねやいやいいうさ、いう言葉を聞いてさ絶対ストレス溜まってるじゃん私たちも好きでやいや言ってるじゃないですよ、仕事でね、仕事でやいや言ってんだけど、でもね私たちもあたまにこうあすごい今日も山賊してしまったなっていう気持ちになる時あるのよ。そんな時はみんなで自然に帰ってさ、こう幼い気持ちに戻ってさ、こう対等にぶつかり合おうよ、泥団子とか投げ合ってさやりたくない？機材とかがね、大人だなビニールかぶせばいいやん、やりたいんだよ。もうなんかそういう川に行ったりとか森に行ったりとか、でも今行ったら蚊とかすごいのかな、もう平気、日焼け、虫除け、虫除け効く、聞きます、聞くときは聞く、それ聞いてないやんいやいやいや、だってなんか虫除けとかするじゃないですか、でなんか無敵な気持ちになるけど結局刺されてるから、え、なんでってなるわけ。え、足の裏綺麗だよ、え、汚いやん、
ってこと？え、怖い怖い。常在菌、常にいる菌ってこと？やだやだ、いてほしくない。え、あ、そうなんだ。怖すぎ。どっちにしろやだな。なんか蚊に刺されるのもやだけど、菌がいるのもやだから。でもなんか確かに、あの普通の人なんか血が美味しくないんだよとか言うじゃないですか、蚊に刺されると。あ、蚊に刺されないと。でもなんか別に血美味しい気持ちにはなってないのよ。なんか不健康な生活してるし、多分血美味しくないのよ。でも刺されるのはその菌のせいってこと？じゃあ血美味しい美味しくないは関係ないってことですか？なんなん？あー、なるほどね。体温は確かちょっと高めかも。いや、そんなことないな、普通だわ。じゃあ私はちょっと、あと大型の人は刺されやすいっていうのは何ですか？なんで？血液関係ないんでしょ？なんでわかんないんだよ！わかってくれよ！なんで？なんでも知ってるんじゃないの？チョコ味も知らないことがあるの？あるの？え、マジ？それ衝撃だわ。後で大西に教えてあげよう。チョコ味も知らないことがあるらしいよって大西に教えてあげたいと思います。はい、あとなんだ、今日はめちゃくちゃ読み、現在予約販売受付中のセカンドショットカタログですが、裏表紙の内側のラフデザインが届きました。ちょっとこれなんかみんなには見せられないらしいんですよ。透けて見えたらあれなんですけど。うわぁ、めちゃくちゃうさんくさい。めちゃくちゃうさんくさいじゃん。よく撮れてますわ。ただほんとなんかいや、すっごい考え抜かれたデザインだと思うんけど、なんかこうチープさっていうかがすごいいい。うん、まあちょっと待って、すごい高根シアをずっと見てくれてる人なら一瞬だけ耳にしたことがあるような名前の人たちっていうかがなんか出てるし、なんかわかんないけどゴーレボのかけら残してる。まあまあまあ、見てもらったらね、皆様にも分かると思うので、ぜひね、こちらセカンドショットカタログの方を手に入れていただいて、このうさんくさい裏表紙もね、目にしていただければと思います。一瞬もダメ？一瞬もダメですか？ダメ？いい？いいの？いくよ、一瞬だよ。見えた？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 なんとなく見えた？ほやっと？いいですね、はい。まあまあまあ、ちゃんと見たい方はぜひね、こちらのセカンドショットカタログの方予約していただければと思います。はい、あと、これは絶対大西いた時にやった方がいいなと思うんだけど、市川さんと鈴木さんのミックスアップ の色かぶりしてる件なんですけど、大橋さんがちょっとなんか聞いてきてくれたんですよね。なんて言ってました？いや、めちゃくちゃ人間ができてんだよな。これがゴールボだったら戦争だってなってるのに、もう市川さんと鈴木さんはもう多分筋肉ってなんか人の心安定させるらしいんだよね、らしいよね。なんかやっぱだからかな、なんか心広いよね。筋肉の量と一緒に心の広さも広まってんのかな。うちらも鍛えた方がいいかな。うちらもさ、めちゃくちゃ首太くなって高橋ですみたいな、大西ですみたいな、高西屋ですみたいな、やば。逆、そこまで来たらかぶってますよって向こうから言われるか。だって向こうのだもんね、筋肉は。いや、でもまあね、男版筋肉、女版筋肉みたいな感じで、両筋肉みたいな、右上腕二頭筋みたいな、ちょっと上腕二頭筋以外わかんないんだけど。なんか筋肉鍛えて、大西と私も心が広い人間に。でも生まれ変わったらもう山賊番組じゃなくなっちゃう。アイデンティティ失う。うちらのアイデンティティは山賊だけか。
いや、なんで考えるんや。もっとあるだろ。なんか、おしゃべりがうまいねとか。ない。おしゃべりがうまい山賊、詐欺師じゃん。嫌じゃん。それは嫌じゃん。もっとなんか人の世の役に立つお店にしたいなと思って高にし始めたのに、いつの間にかなんか人から奪うとか、なんか双方向に行っちゃってるのは、まあ、ちょっと不本意というか、自分的にはね。でもしょうがないね、なんかもう根本がそうだから、なんかもうどうしようもない。やっぱなんか一番最初だけとか、なんかこうちょっとだけ何回かそのみんなの役に立つことする番組とかだったら頑張れるかもしれないけど、長く続けていくとどうしてもやっぱチラリと見える本性が幅利かせてきて、結局こういう番組になっていくわけよ。だから長寿番組やってるやつでなんかこう、まあ、どんどん本性出てきちゃうなっていうのは本当しょうがないことなんで、温かかった。でも今日はどう？一人で頑張ってるよ。今日は私一人で頑張ってない？まあ最後に話し合おうや、それは。一回ね。まあでもまあ、だから長寿番組やってずっと癒される番組だなって思ってる番組は、多分そのパーソナリティの人の本質が癒し系なんだよね。そう。でもこっちは無理よ。こっちはもう最初癒し系とかそういう番組したいなと思って、まあミナサオランドとかやってみたけど無理だったじゃん。そう。いや長寿番組になるでしょうが。序盤があるだからうちらは我慢ができなかった。自分たちを殺して番組をやるのは無理だ。本性が出ちゃったんだよね。まあだからまあちょっと心苦しさはあるけど、これからもこのスタンスで頑張っていくんで応援よろしくって感じです。もうお菓子食べてる暇ないから、私がお菓子食べちゃったらここ無音になっちゃうから、さすがに今日は開けるのやめときますね。はい、ということで番組の予算私が出しちゃうよ、こちら。いい感じですか？今日いつもより多く回っておりますので、はい、まあ、皆様のおかげでね、フォロワーさんもだんだん増えてまいりましたけれども、目指せ1万人ということで、ぜひぜひお友達にもフォローしてもらってください。よろしくお願いします。ということで今回も高西屋よろしくお願いします。高港大西の高西屋。ここからはこちら、よろずかわらばん。はい、ということで内容自由のふつおたコーナーでございます。読みます。ペンネームハンマーヘッドさんからいただきました。ありがとうございます。4年前高校生の時に一度だけ女子から告白されたことがあります。僕は当時から3次元の女の子に興味がありませんでしたし、めちゃめちゃ可愛い子だったのでからかわれていると思い拒絶しました。さっきテレビで夕方の情報番組を見ていたら、その子が出てきてびっくりしました。いわゆる地下アイドルをしているらしく、観客を入れてのライブが開催できない現状についてインタビューを受けていました。やはり高校生の時よりさらに可愛くなっていました。猛烈に後悔しています。人生最大の後悔です。高みな、まあ、大西さんは人生最大の後悔って何ですか、ということで。めちゃくちゃ後悔するねこれ。しかもテレビで見たら余計だよね多分。みたいな。ともすれば付き合ってたよみたいななるってことでしょ。やだ、そんなん絶対後悔しちゃう。私の後悔か。でも小学校1年生の時に普通に男の子のお友達と公園の砂場で遊んでたんですよ。たかしくんだったかな。もう名前すら覚えてないけど、なんかその公園の砂場で遊んでる図をこう中学の帰りだったお姉ちゃんに見られて、で家に帰ってから男の子と遊んでたねみたいな、でめちゃくちゃ言われたの。で私は何の気もなく、まあ、普通に友達として遊んでたのに、なんかそうやって言われたのがめちゃくちゃ嫌で、その子と一切そこから遊ばなくなったんですよ。でもなんか別にあそこでやめる必要なかったなって未だにふと思い返して、お姉ちゃんってなります。
かなかな。あとはあの高校生の時になんかほんとめっちゃ真面目な話ね、あの留学しとけばよかったなって思う。人生で1年とかの期間、なんか短いショートステイとかはやったことあるんだけど、なんか1年とか2年とか向こう行ってたらもっと人生変わったかもって思う。なんかそれは多分今この、まあ、好きなこと仕事にしててるからこそ別に休みとか欲しくないのよ。でこの仕事手放したくないからもうその留学とかで向こうの国に行くとか、まあ今情勢的にも難しいしできないからこそ思う。あそこでもしかしたら人生変わってたかもって思う転機はそこかな。大橋さんは中途半端に教職課程を取ったこと。どういうこと？もしなるとしたら何の先生だったんですか？数学。うわっぽい。めちゃくちゃ数学。今数学でしょって言おうと思ったら数学だったから、もう人の期待を裏切らないね。すごっ。教員ね。私も大学で、大学がめちゃくちゃ教員免許みんな結構取る大学だったんですよ。でも取ってないから、ほんとみんなが頑張って実習とか行ってる中、ほんとチャランポランだったから、なんかみんなスーツでめちゃめちゃ偉いね、みたいな、なってたのをちょっと反省してる。私も大学でもうちょっと真面目になんかいろいろやって、資格とか取っとけばよかったって思う。チャランポラの方がいい。でもさ、なんかみんなちゃんとしてたのよ。でなんかやっぱさ、みんなちゃんとしてたなって思うと今自分何やってたんだろうみたいな最近思うの。大学で私何やってたろうと思って、友達と大学のなんか、まあ、庭みたいなところでなんかバレー部ごっことかして遊んでただけなのよ。なんかほんとみんな集合みたいな、はいとか言ってみんながすごい集まってくるの。本当にやってたんだけど、それしかないのよ。やばくない？めちゃくちゃ高いお金払ってバレー部ごっこしに行ってんの。やばいなって思いますけど、まあそれはそれでいい思い出。友達できた。でも今全然連絡取ってる人いない。あの時だけのバレー部だった。なあ。でもあの時はみんななんか本当になんか学食がめちゃくちゃ美味しくて、学食ですごいやっぱ友達に会って何の実りもない時間を過ごしてた。何の実りもない時間っていうのはすごい重要なんですよ。何の実りもない時間があるからこう他のこと頑張れるんだからね。そう、でも本当になんか本当何にもなかった。何喋ってたか思い出せないぐらいだけど、でもすっごい笑ってたんだよね。だから今健康なのかな。助かってる。大学の時の人たちありがとう。はい。チョコ王子はなんか後悔してます？高校の時に部活に入らない、うん、あー、高校の時の部活ってめちゃめちゃ重要って言いますもんね。マジの後悔じゃないですか。でも自分で部活立ち上げようとか思わなかったんですか？ライトノベル部みたいな。いやないね。大学の時は先輩と一緒に新しいなんか作ったけど、うんうん、おお。高校の時はやっぱ、うん、引っ張られないとやらない人だって。へえ。だから、まあ、今回っていうよりはあの時やってたら違ったよなっていう、うん、なんか漠然とした分岐点の人。いや分かる。でも私高校の時軽音楽部だったんですけど、軽音楽部にほぼ行ってなかったの。なんか軽音楽部入ったらピザ頼めるよって言われて入ったの。なんか視聴覚室だったんですよ、活動場所が。でそこでなんか先輩たちが俺らはピザ頼んでるみたいな、だから君たちも軽音楽部入ったらピザ頼めるよって言われて、ピザ食べたいと思って入ったの、友達誘って。で友達はベースとか買ってちゃんと真面目に取り組んでたんですけど、私は結局ピザ食べれなかったの。夏休みに来たらピザ食べれるよって話で、日常的にピザ食べれると思ってたから、ピザ食べれないじゃんってなって、なんかこうしかもこう
ボーカルだったんですよ。だから行ってもみんなが練習してる時、私はずっとボーってしてるしかなくて、もう本当だったらね、きっとみんななんかわかんないけど発声練習とかすんのかな、歌の練習とかすんのかな、ちょっとわかんないけど、なんかその曲が完成するまでやれることがなくて、だったら別の楽器挑戦すればいいんだけど、まあ、それはしなくて、だからなんか結局足が遠のいてめちゃくちゃ幽霊部位になったんですよ。でももしあそこでちゃんとバンドのなんかみんなとめちゃくちゃ練習してたら、今頃私は声優じゃなくてバンドデビューしてたかもしれないなってまあないけど多分そう思うね、たまに。でも楽しかった、あの頃。悪くない青春って悪くない。みんなも今を大事に生きようね。はい、もう一つ言っていいんですか？もういらない？もういらないの？ちょっと一枚読んでいいですか？ペンネームゆうかさん、高橋さん、大西さん、こんばんは。お二人はこれなら毎日でも食べられるというものはありますか？私はチャーハンなら毎日食べられます。理由は特になく、ただただ好きなだけです。私もチャーハン大好き！ということで、以上、よろずかわら版でした。高見と大西の高岸屋。お送りしてきました高港大西の高西屋、いかがでしたでしょうか。番組では各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスは高西アットマークセカンドショットドット JP です。各コーナーは番組ホームページにも掲載していますので、ぜひ確認してみてください。この番組の経営母体セカンドショットではチャンネル会員を募集中。会員になるとこの後23時からアップする番組のアフタートークや完全版アーカイブが見れちゃいます。コスパがいいと噂のセカンドショットチャンネル、よろしくお願いします。番組にプラスされる予算獲得に向けて番組ツイッターへのフォローよろしくお願いします。セカンドショット通販では高西屋グッズであるイメージアクリルキーホルダーと高西屋栄養ステッカーが発売中。ステッカーは購入1枚ごとに番組予算がプラス50円となっております。今日の私めちゃくちゃ頑張ってるなって思った人、ステッカーのご購入をお願いします。さらにセカンドショットカタログ2020ガールズメンバーズも予約販売受付中。100ページ超えの大ボリューム、数量限定でクリアファイルもついてきます。番組支援の意味も含めてよろしくお願いします。ということで、高西屋第46回、私頑張ったよ。はい、めちゃくちゃ頑張ったのに、なんか噛んだよねみたいな言われて、本当にどうなってんだ、人の心あんのかって思うんですけど、でも入れます。もう自分で認識してる、噛んだ1回ね、仕方ないので。大西見ろ、噛んだら100円入れるんだぞ。うまったく仕方ありませんね。まあ噛んだんだけど、でもそれにしても一人なのにいつもとメール読む数変わらないっていうのがなんでだろうってなってる。やっぱちょっと根本がおしゃべりすぎちゃう女なんで仕方ないのかな。だからよくやってる方だよね。おしゃべり好きな人とおしゃべり上手い人が一緒に番組やってて、いつもメール、まあ読めない時もあるけど、まあ大体ちょっと読んでるから結構やれてる方なんだなって、こう2人だともっとバランスが取れてるんだなって改めて思いました。まあ大西がね、早く山賊の修行、あ、やっぱ今のはなしでしょ。1回払ってるから、今1回もうこれもうないみたいなもんだから、もうここは本当ないみたいなもんじゃん。トカゲの尻尾だから、ちょっとよくわかんないね。トカゲの尻尾ってどういう風に使うのかわかんないけど、まあなんか今日は終わりたいと思います。ということで、今回の高西屋はここまで。高橋みなみと大西沙織でした。バイバーイ。